どうも、おもひげです。ってことで、今回もサンブレイクの方をどんどん進めていきたいと思います。さあさあ、ここはどこだと思いますかね。はいこういうところはあったんですね。特に意味ないとは思います。なんかトロッコがこういう風に通るってだけでねさあさあさあ、もうクエスト受注しちゃいました。はい、ってなわけでもう行きたいと思います。ご飯も食べたんでね。あ、食べてねえわ。ご飯食べてない。あぶねえあぶねえ。ほい、ちょっとね、多分ルナガロンらしいので、氷耐性きつけてね。でだいぶそろそろ防具をね、マスラン仕様にしたいなって感じなんですけどね。今どれぐらいなんすかね。もう中盤入ったかな。まだだってライゼックスもセルレギオスも出てきてないでしょ。オドガロン足とか月光ラージャンも来ないし、出た。まあでも中盤入ってるか、もうそろそろ入るぐらい。まあ中盤入ってると思うけどね。後半はまだまだで、ね、後半行く前に装備揃えないといけない。マスラン用で防御力がね、だいぶきつい。竜気活性でもね、きつい。オドガロンみたいな。オドガロンの同じガロン系だね。ルナガロンですうわ、かっこよ。狼男ね。頑張っていこう。それ任務開始だ。わあ、ガランゴルムもいますね。交流したいですね。標的は大域参考ルナガロンだ。大社後での借りを返してやろう。借り返すってなんかやられたみたいになってるけど、一応倒してるからあ、ルナガロンか、そういうことか。そうだね、まあ、やられてはない、ね、倒してもないけど。あ、ピオネーレさん来てんじゃん。盟友クエストだ。やった。ガランゴルム持ってくか、いきなり。ガランゴルム持ってこうぜ、近いし。ガランゴルムさーん、ほっ。いや、笛はね、すぐにあの送流できるんすよ。あー、ミスったじゃん、やばい。違うのよ。真打ち当てればね、送流。ちょっと待って、ちょっと待って、だいぶ予定が変わりつつある。当てます。はい、おっしゃ、よし、持っていくよ。やっと持てた。いや、これね、真打ち当てれば一発で送流できんのよ。あの、その討伐クエストになってないモンスターならね。だからそこはすごい便利なんだけど、
今回の標的には謎が多い。いなくない？油断なく行こう。いた。あ、はじめまして。おら、強い強い。3連発食らわせるのね。2、3、もう逃がしはしない。1、2、3に総流大技。お、で真打ちを打ちます。はい、ゴルムさんもういいよ。はいはい、ちょっと様子見ようか。いてつく老獣。めっちゃ泣くね。怒り状態の時に二足歩行になるんだっけ。足攻撃したらダウン取れるかな。全然わかんない動きが。当たれ、おっしゃ、オッケー。真打ち決めた後がね、月結構でかいからな。狙われてる？はい、オッケー。倒したぜ。何かしてくる前にスタン取った、ダウン取った。氷をさ、多分まといを剥がしたら特殊ダウン的なの取れるかな。イベルカーナみたいな。頼りになるね。無理するなよ。ほいほい。お、罠罠罠罠、ナイス。落とし穴、罠、オッケー。真打ち、ゴーゴーゴー、オッケー。はい、いや仲間いるのありがたいね。これ一人じゃ倒せないわ。あ、ほらやっぱり。あー、もったいね。ちょっと研ぎます。やめてやめて、こっち来ないで、やめてよ。よし、まだいまいち動きを覚えられてない。思ってたより戦えてるね。まあでもまだ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 多分強い攻撃してくると思うね。ほい、待って、なんかいた。
おっしゃ、秘石転がし早速使いますか。おら、オッケー、見せる、おい外す燃えろ燃えろ、燃えてますね。おいおい、俺もアイテム使おっか、落とし穴。はいはい、オッケー、外したかと思ったね。強牢乳、そうか、なるほど、一旦回復しよう。痛い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 、どうした、はい、ぐるぐるぐる、怖い、あー怖い、オッケー、今のマジでナイス、はい、スパ破壊壊れてね、おい、もうでもガランゴルムさんしかいないからね。あ、変なとこでやっちゃった。はい、真打ち、痛い、はいはい、おー、ナイスナイスナイスすぎる、おっしゃ、やっぱ麻痺はでかいね。見えない、全然見えない、全然見えない。ルナさん、ルナさん暴れないで、こんなところで、おい、おい、もう一丁しびれはな、もういじめですね、いじめないで、いじめかっこ悪いよ、おいおいはいはい、はい、オッケー、いいね、いいよ、はめられてるよ、もうすぐ終わるんじゃない。風の流れが変わったな、何か悪い予感がする。悪い予感、何悪い予感って、いやいや聞いてない、何悪い予感って、いやいやいや、悪い予感とかダメだって。これは一目クラブってどこで使う？もう一回昇竜できないかな、ガランゴルムさん。かける虫。真打ち、おい、やめて、吠えないで、
間違えた。当たれ。当たんねー。無理するな。どうもありがとう。あ、なんかいるわ。レインクか。はい、ぐるぐる。オッケー。ゴーゴーゴー。オッケー、まだ終わんない。粘りますね。何今の。そっか、先行先すりやがったな。あー、もうやだ。いや、マジで仕留めて早く。もう俺もう限界です。お、先行。あれ、効かない。真打ち。オッケー。はい。はい、一発当たる。追いかけよう。まだ行くよ。それ手加減なしだよ。落とし物。まだ。まだかかんの。え、そあっちか。なんだよ。コムラッチを取ればよかった。はい。あ、来た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 。OK。はい。よっしゃー。最初のガランゴルムの失敗なければもう少し早くクリアできてた。はい。お見事。お見事。ナイスです。さあ、ムービー入りました。いやいや、すごいね。すごいね。私たちの帰りを待てなかったのか。別に君たちの能力を疑ってるわけじゃないんだよ。かといって黙って過去を待つっていうのもね。マスオさんみたいな喋り方。ああなってしまっては止められん。あとは報告を待つとしよう。
任せる。お、なんか動き出しましたね。もう最終し、調査は後半は後半に差し掛かってはいるか。来た。出たー。まだ体験版の倒してません。メルゼナ乱入してきました。急げ。え、戦うの？早くしろ。逃げるよね。おお。やだ。逃げろ逃げろ。まだやんの？うわぁ、バルファルクみたいな。どうした？おい、大丈夫か？やばいです。うわ、めっちゃくっついてるね。気持ち悪い。多分メルゼナのあれではないんだろうね。この周りについてる、なんだっけ名前、キュルリ。また別のモンスターのなんかにまとわりついてるんだろうね。本体はまた別なんだろうね多分。それいつらがメルゼナにとりあえず今くっついてるみたいな。とりあえずってか、うん。大丈夫だ。違うかな。そうだよね多分。さあさあさあ、ストーリーが動き出しました。ちょっと見入っちゃいましたね。やっぱストーリー動くといいね。面白いね。さあ、そろそろ一回素材を、新しい武器の素材集め行かないといけないかもしれないね。軽傷だった。よかったね、無事で何より。本題、メルゼナがついに現れた。大域生物の拡大を阻止するため一刻も早く討伐してもらう。キュリアかキュリア。全ての始まりは大域生物が縄張りを拡大。原因は凶暴化でした。原理は解明できてない。キュリアが噛みついたことで発生した。フィオネーレキュリアを従いモンスターを凶暴化させている。その目的は分からんが、メルゼナの動きと異変、キュリアの存在。キュリアの生態解明、第二にメルゼナの討伐で、あの穴も何なんだろうね。はい、てなわけでメルゼナがついに出てきました。この先
どういうストーリーが待ってるんでしょうね。もうみんなね、クリアしてる人いますけども、僕はまだ見てません。ネタバレになるんでね。はい、だからでも早く見たいんですよ。結局いろんな人の動画見てちょっと楽しみたいんでね。はい、ちょっといろんな実況者の人の装備とかも見たいんですけど、いかんせんネタバレになっちゃうんでね。はい、てなわけでですね、早くクリアしていきたいと思います。以上、おもひげでした。